2022年12月に日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発が、正式なアナウンスを行った次期戦闘機の開発のついては、みんなももう知っているよね。GACP グローバルコンバットエアプログラムとの計画名も明かされ、本格的なフェーズへ入っているやつだな。3カ国の共同開発なんてワクワクする計画だから、期待しちゃうのも無理はないよね。さて今回はそんな3カ国共同開発計画の GACP について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに2021年の終盤頃までに当時はこの GACP グローバルコンバットエアプログラムという計画名称は未定だったとはいえ、日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していたことが明かされていたよね。それでもことにその対象が戦闘機というケースではこれまでの太平洋戦争後の日本は、アメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としており、それはもはや自明の利とでも形容すべき分野であったんだ。そのため、今後開発される次期戦闘機が代替する対象機である F2 戦闘機についても、現ロッキード・マーチン社が擁する F16 ファイティング・ファルコンをベースに開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないと見る向きが多数を占めていたな。また一部には F2 戦闘機の時に最大の懸念点として、その現ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と目された機関部の重国参加について、IHI 社製の試作機 XF91 が2018年に防衛装備庁への納入を果たしたことから、悲願の純国参加を支持する声も聞かれたぜ。しかし今や自国の技術のみで新型の戦闘機開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く超単位の開発費が想定される時代にあっては、個人的には日本が次期戦闘機開発を純国参加で成し遂げることには懐疑的な考えを持っていたんだ。そのため現行の F2 戦闘機でも共同開発を行い、また最新鋭のいわゆる第5世代戦闘機たる F35 ライトニング2も日本は総数でこれまで247機の調達を決定している状況からは、それを有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないと見ていたってわけ。しかしそうした推察は大きく外れ、日本は F2 戦闘機の代替機を GACP グローバルコンバットエアプログラムにて調達する方向に舵を切り、ロッキード・マーチン社はそれらに随伴する無人航空機等の分野への関与にとどまる方向と目されているね。ここ近年の航空自衛隊での採用された戦闘機の変遷を思い返してみても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が共同開発、F35 ライトニング2が完成品の購入及び国内での最終組み立てとアメリカ依存の傾向は揺るぎなかったよな。ことにいわゆる第5世代戦闘機として西側諸国での市場を事実上独占しているロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F22 ラプター、アメリカの同盟国やそれに類する国々に F35 ライトニング2を供給してその地位を盤石のものとしている感もあったぜ。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画として NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスも本格始動することが打ち出されているけど、ここでの開発主体もやはりロッキード・マーチン社が優位性を発揮すると思われるよ。ちなみに日本、イギリス、イタリアによる GACP グローバルコンバットエアプログラムも、アメリカ空軍による NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスも、計画名からも伺えるように戦闘機単体での開発は試行していないぜ。その計画の中に有人戦闘機の機体開発という内容は含まれて入るものの、合わせてそれらが完成し随伴をさせる無人航空機を含めた航空システムの構築を目的としており、有人戦闘機はツールの一つという形に位置づけられているからな。そのためロッキード・マーチン社も、GACP グローバルコンバットエアプログラムにおける、無人航空機の分野に対する関与は継続する方針であるとみなされており、今後の続報が待たれることは言うまでもないと思うぜ。さて日本、イギリス、イタリアによる GACP グローバルコンバットエアプログラムだが、公式な進捗についての情報は、2022年末の共同開発の各国政府間の公表以来、かなり少ないことは否定できないんだよね。一時期は GACP グローバルコンバットエアプログラムにおける、
日本イギリスイタリアの3カ国の開発費用の安分比率が2:1になるとの観測も、イギリスのロイターなどで報じられたこともあったけど、イタリアによってすぐに否定されたんだ。また GACP グローバルコンバットエアプログラム開発の主体を担う拠点をイギリスのロンドンに置き、専用のベンチャー企業を通じて開発自体を行うとの報道も見受けられたが、その後の追加情報もあまり見当たらないな。そんな中でこの202年6月13日に GACP グローバルコンバットエアプログラムに向けた機関部開発についての情報を、イギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社がわずか30秒強の映像であるが YouTube などに公開したよ。今回の情報によれば BAE システムズ社は、機関部以外にも搭乗者の緊急脱出装置や、2027年までに実証機の製作を行うことを表明しており、このタイミングでのこうした内容のアナウンスが何を目的としているのかは判断がつきかねる状態だと思うんだ。ちなみに GACP グローバルコンバットエアプログラムに関しては、イギリスは機体本体や全体の統括を BAE システムズ社が、機関部をロールスロイス社が、アビオニクス類をレイナル UK 社が担当する体制となっているぜ。日本の場合は機体本体や全体の統括を三菱重工業社、機関部を IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当。イタリアの場合は機体本体や全体の統括、さらにアビオニクス類をレオナルド社、機関部をアビオエアロ社が担当することが表明されているな。GACP グローバルコンバットエアプログラムは、その代元とも言えるテンペスト計画ではイギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたけど、今後はスウェーデンも再びこれに加わる可能性も指摘され始めているね。元々のテンペスト計画と同様に GACP グローバルコンバットエアプログラムも、いわゆる次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それはいわゆる第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多かったみたい。しかし日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与からかなりあっさりとロッキード・マーチン社が身を引いた理由の一つには、それらはアメリカ側が志向するいわゆる第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも言われているぜ。こうしたいわゆる大丸世代という区分そのものが、実際に生産された機体の特性を鑑みて後付けで分類する性格のものであることは事実で、そもそも第6世代機の要件はさらに高度な機体自体のステルス性、随伴駆逐航空機の完成、高度なネットワーク化などが指摘されて入るな。しかしこれらの要件自体もいわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2でも、今後のアップデート次第で十分にカバー可能な能力とも思え、あながちアメリカ側が GACP グローバルコンバットエアプログラムを次世代とみなさないという見方も的外れとは言えない気もするんだよね。それでもいわゆる第4世代戦闘機の走りとしてアメリカが開発した F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、限定的なステルス性能や飛躍的に強化されたアビオニクス類の装備で第 4.5 世代と評されている事実は示唆的に思えるぜ。すなわち GACP グローバルコンバットエアプログラムでは、F-35 ライトニング2の生産にも大きな関与を果たした BAE システムズ社が主体的な役割を担うことで、少なくともそれを 5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は高いんじゃないか？それが実装されれば、今の F-35 ライトニング2では困難だった。日本やイギリスやイタリアが自由に自国の必要性に照らして回収を行う自由度は増し、実際に完全に次世代機となる機体については再度アメリカからの調達も今後検討する余地を残せば良いのではとも感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。空母化改修工事中の護衛艦加賀だけど、その艦首がやっと四角へ改修されたという情報が入ってきたよ。艦載機となる F-35B 戦闘機も2024年には日本へ納入される予定になっているね。この F-35B については、2023年度予算に8機分の購入金額が組まれていたな。さて今回は、この四角へ変化した艦首について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
コロナに明け、ロシアのウクライナ侵攻に世界が揺れた2022年も残りあとわずかになったよね。しかし日本の広大な領海を防衛している海上自衛隊には年末も正月も関係ないんだ。現在、所有している艦艇の中で最大サイズの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化する改修工事が継続されているよ。出雲型護衛艦は2012年から2017年の6年かけて1番艦出雲と2番艦加賀が、神奈川県のジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造され、この2隻は海上自衛隊内では艦式号 DDH と呼ばれているんだって。この2隻の出雲型護衛艦の前級は同じ DDH で海自初の全通式飛行艦パントクを備えた日向型護衛艦で、日向型の建造と運用ノウハウを活用して生産されたのが出雲型となっていて、前級より、回転翼機の搭載能力を高めているみたい。日本の海上自衛隊では、出雲型護衛艦は前述した通り DDH に分類されるヘリコプター搭載護衛艦と位置づけられてきたけど、世界の基準に照らし合わせるとイギリスの著名なジェーン連艦などでもヘリ空母に分類されているよ。そのため出雲型護衛艦は他国の海軍の基準では回転翼機を搭載する軽空母という扱いなんだけど、日本はそうはいかず、政治的に航空母艦保有を公に述べることが難しかったから、収益した時から極力そういった見方をされることは避けていたという感じを受けたものだね。国会が代表する政治の場でも、出雲型護衛艦に全通式飛行艦パンを採用した外艦のせいで、当時の反対派から海上自衛隊は航空母艦を建造、保有しているという批判が上がり、苦しい答弁を続けていたという記憶をしている方も多いだろうな。この時点では出雲型護衛艦が航空母艦に実際に改修されるとは、個人的には想像もしていなかったぜ。しかし、中国による南西諸島方面への圧力が増大したこと、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の実用化が後押ししたようとも思われるな。でも、例えば韓国海軍の独特急強襲揚陸艦には F-35 ライトニング 2B 型が実用化されているけど、肝心の対応可能なエレベーターが装備されていない艦艇なんだ。一方、出雲型護衛艦は F-35 の運用に適応したエレベーターをもともと備えていて、これはいずれ本当に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するかどうかは別としても、そういった事態が到来することに備えてエレベーター規格そのものを対応可能なものに設計していた先見性の高さが功を奏したと言えるね。出雲型護衛艦が持っているそうした艦艇としての基礎や、中国の脅威増大という外的要因、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型という短距離離陸垂直離着陸が可能な、戦闘機の実用化などの事情が重なったことが現在に繋がっているということだろうな。こんな出雲型護衛艦の2番艦が加賀で、ネームシップにして1番艦の出雲と同じく5年おきに行う予定の大規模点検のタイミングに合わせて、大きく2度に分けた航空母艦化改修が進められているよ。加賀はちょうど今年、1回目の大規模点検の時期に当たっているから、広島県呉市にあるジャパンマリンユナイテッドのドックで改修工事が行われているんだ。1番艦で先輩格の出雲とは違ったアプローチで行われているみたい。出雲の1回目の改修工事の内容だけど、全通式飛行甲板に耐熱加工が施され、これは艦載機である F-35 ライトニング 2B 型戦闘機のエンジンから高温の排気熱が吹き出されるから、それへの対応だね。同時にどんな悪天候であっても着艦を誘導できるシステム等の導入も実施されているんだって。では加賀はというと、上空から見た場合に艦首部分の飛行甲板がはっきりわかる台形状と認識できたけど、この形をアメリカの強襲揚陸艦に見られるような四角形に変更する工事が行われていて、この変更理由だけど、加賀の全通式飛行甲板の運用効率をさらに向上させるためと推測されているよ。発着艦に使用できる飛行甲板の面積を増やすと同時に、それらに干渉しない部分液体が露天駐機できるようにしたということだね。ちなみに加賀など同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているのが、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦で、
この艦首部分にはスキージャンプ方式を採用しているから、戦闘機の発艦だけを考えれば、女王艦の方が運用効率は高いようだな。というのは、スキージャンプ方式を採用すると艦載機 F-35 ライトニング 2B 型は、それ以外の艦艇より大量の燃料や兵装を搭載した状態で発艦できるといい。だから戦闘機としての作戦行動の自由度が増えることになるぜ。加賀など、出雲型護衛艦においては F-35 ライトニング 2B 型の運用効率を重視して、スキージャンプの増設も検討されたとされているが、出雲艦は艦首部下部に重量のあるソナーを搭載していることもあって、見送られたと考えられるな。防衛予算から出雲型護衛艦の航空母艦化改修工事を考えてみると、2022年度分は出雲用の着艦用誘導装置の取得経費が約36億円、加賀の航空管制設備増強に約13億円、アメリカ軍の技術支援分として約12億円を費したということだよ。アメリカ軍の技術支援の内容だけど、日本は F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を未だに保有、運用できておらず、なので1回目の工事を終えた出雲はアメリカ海兵隊岩国基地所属の同機が初着艦テストを実施しているんだ。このような F-35 ライトニング 2B 型の実機を使用した各種テストや、艦内格納庫をはじめとする準備費用として、アメリカ軍のリソースを活用する経費、いわばコンサルティング的経費がこれに充当されていると推察されるね。来年度2023年度防衛予算の内訳だけど、出雲型護衛艦航空母艦化改修に、出雲と加賀の2隻で総額約52億円を投じることが確定していて、つまり、夏の概算請求にさらに上乗せされているってわけ。出雲型護衛艦の基本スペックを紹介すると、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルで、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する場合はマックス約10機が艦内に収容可能と見られていて、F-35 ライトニング 2B 型10機という艦載機数を考えると、航空母艦という言葉からイメージされる航空戦力としては決して大きいとは言えないと感じられるけど、個人的には次の艦艇建造への布石ではないかと思われるね。尖閣諸島を含む南西諸島防衛のためには、今後ますます島嶼防衛用装備の重要性が増加すると思われ、ということは、出雲型護衛艦で F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用実績を積み重ねて上で、以後の艦艇建造に反映させる方針ではないかと考えられるぜ。その際、航空戦力としての収容力増加が必須と判断された場合には、自給艦艇建造にも影響するだろうね。例えば満載排水量3000トンクラスの強襲揚陸艦タイプを建造する計画を立てる可能性もあるだろうし、現在より強く水陸両用作戦を念頭に置いたものを購入することになるのかもしれないもん。どちらにしても現状では南西諸島方面で自衛隊が使用できる滑走路は、沖縄本島のみしか存在しておらず、ということを考えると、出雲型護衛艦は一朝有事の際、貴重な航空戦力の投射母体となり、臨時の移動滑走路としての役割も担うものになると考えられるぜ。70年前の話だが、香川太平洋戦争中も大日本帝国海軍の航空母艦加賀として存在していたな。香川基準排水量38,200トン、満載排水量42,541トン、全長 248.6メートル、全幅 32.5メートルという大型艦だったもんね。ただし、注意書きがあり、この加賀がこれまでの排水量を誇ったのは航空母艦ではなかったからで、もともとは加賀型戦艦として建造が予定されていたんだけど、1921年大正10年採択されたワシントン海軍軍縮条約によって、設計を変更したせいで、それが現在空母に生まれ変わるというのは、歴史の流れを感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本では今年2023年は最大で9連休とも評された大型連休だったけど、その間の5月上旬に東洋有数の貿易港として名高いシンガポールでは、
4年ぶりに主として海軍や海防組織に向けた展示会イムデックスアジアが開催されたね。軍事マニアのみんなにとっても、きっと充実した大型連休になったはずだね。今回のこの展示会はイムデックスアジア2023と銘打たれ実施されたもので通算では13回目の開催を数え、シンガポールのチャンギエキシビションセンターにおいて60カ国を超す国々から1万1000名以上の参加が実現した模様だよ。そうだね。さて今回はそんなイムデックスアジア2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イムデックスアジア2023には13カ国の参加国から22隻の艦艇が派遣されており、その中には日本の海上自衛隊も含まれ、同隊の最新鋭の護衛艦であるモガミ型の2番艦クマノもチャンギ海軍基地にその雄姿を見せていたよ。クマノは昨年2022年3月に神奈川県の横須賀を母港とする掃海隊群に配備されたばかりで、1番艦モガミも同部隊に翌4月に加わっており、これまでの護衛艦と一線を画すステルス性を前面に出した艦影が特徴だね。モガミ型護衛艦は3番艦の城が2022年12月、4番艦三熊が2023年3月にともに長崎県の佐世保を母港とする、護衛艦隊の第13護衛隊に配備され、日本の東西に2隻ずつが割り振られた形となっているんだ。今回のイムデックスアジア2023への熊野の参加をめぐっては、日本の SNS 上などにおいて一部では、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦が派遣されることをいぶかしむ意見も散見されたが、この程度の行為で他国に性能を把握されるとは思えないね。でも自国の情報が漏洩することを危惧する声があることは良いことだね。それだけ軍事的な面について考えている人たちがいるってことだから。うんうん。ただ大半の行動が取得されている潜水艦であれば、個別に異なる音紋を他国に収集されるというような危険性もあるだろうけど、ステルス性を高めているとはいえ水上戦闘艦は容易に目視できてしまう存在だからね。したがって敵のレーダーに察知されづらいステルス性を追求しているからといって、その効果がこうした展示会への参加で損なわれる可能性を論じても無意味で、むしろこうした最新鋭艦を海上自衛隊が装備していることを知らしめる効果の方が優先させるんじゃないかな。あえて知らせることで抑止力となりうる方向に進んだわけだね。そういうこと。モガミ型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としては初となる FFM という新たな艦式号が付与されているけど、これは艦の規模のフリゲートと多用途マルチパーパス、機雷マインの M から取られたものだと説明されているよ。この FFM なる艦式号が示す通り、モガミ型護衛艦は従来まではもっと小型の掃海艇が専門に担っていた。対機雷戦闘能力を備えている点が大きな特徴であり、対艦対空対戦を含む任務の多様性への対応を目的としているね。ただしモガミ型護衛艦の兵装は62口径 127mm の MK45 単装砲1機、4連装の人7式艦対艦誘導弾2機、そして16セルの MK41VLS 垂直発射艦などとなってるが、兵装たる VLS 垂直発射艦は、しばらくは対戦用のロケットだけの搭載だとされているよ。これは VLS 垂直発射艦で運用する長射程の艦対空及び艦対艦ミサイルの選定に時間を要するためとされており、かつ予算の都合上そもそもの VLS 垂直発射艦自体の搭載が後日対応であり、その点は確かに心もとないね。またモガミ型護衛艦の16セルという VLS 垂直発射艦の数も、日本の仮想敵国である、中国海軍の 054A 型ジャンカイ2型フリゲートや、ロシア海軍の、アドミラルゴルシコフ級フリゲートの同32セルと比すれば半分に過ぎない点も事実だね。こうしたモガミ型護衛艦の軽兵装は中国の SNS 上などのコメントでは当然のことのように揶揄されて入るけど、海上自衛隊としてはこのクラスの艦艇に重兵装は、不要と判断していることの表れでもあり、一概に断ずべき部分ではないのだろうね。またモガミ型護衛艦が収益を始めた時点においては、同級は最大で22隻という大量建設の可能性があることも指摘されていたけど、
2023年1月末に2024年度からはさらに新型の FFM の建造が予定されると判明し、12隻で終了することが確定しているよ。ただし個人的には新型 FFM とは言うものの、最上型から抜本的な変更が行われるとは考えにくく、これまでに判明した最上型の改善点を盛り込んだ形で、自動車でいう大規模マイナーチェンジ的なものに相当するのではと予想するよ。さて今回のイムデックスアジア2023に参加した熊野だけど、そこでイギリスの軍事専門誌のジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌の取材を受け、UUV 機雷探索用に開発された無人機の運用が開始されていることが判明したね。この UUV 機雷探索用に開発された無人機は三菱重工業者が製造を担当し、2013年から2016年の期間をかけて開発されたもので、海上自衛隊での正式な装備名称は OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機と呼称されているよ。ジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー氏の取材で明かされた内容によれば、熊野のみではなくこれまでに収益を行った4隻すべての最上型護衛艦でこの2023年3月以降、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は運用が開始されたというんだ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の特徴は、水中を自立的に航行して様々な種類の機雷を探知する無人機であり、全長は 4.0 メートル、全幅は 0.5 メートル、総重量は 0.9 トン、水中での最大速度は7ノットとなっているね。機雷は製造コストが安価な割には、敷設されてしまえばその海域を比較的容易に海上封鎖することが可能な兵器であり、かつ近年では新しい技術を取り入れた発見が困難なステルス性を持たせたものや、海底に埋没させる形式のものなどが登場してきているよ。こうした新型の機雷の前には、従来の掃海艇のように自らがその敷設された海域に入り込んで、除去を行うことが著しく困難となっており、有人の掃海艇では、対応が難しいそれらの機雷に対し、新たな対処方法が模索されてきたよ。そこで開発されたのが OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機であり、探知自体が難しくなった機雷を広い海域に渡って自立した航行を行うことによって、万一の際の人的な損耗を防止しつつその探知を行う任務を遂行するんだ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、2種類の異なる周波数帯に対応した合成海溝ソーナーを搭載しており、低周波に対しては日本の NEC 社製、高周波に対してはフランスのタレス社製のソーナーを採用しているみたい。日本の NEC 社製、フランスのタレス社製の2種類の合成海溝ソーナーによって、機雷そのものはもとよりその埋没した海底の地形の情報を取得することを可能としており、この仕組みを備える UUV 機雷探索用に開発された無人機としては世界初となっているね。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、昨今の海上自衛隊の潜水艦と同様に、本体には高度な姿勢制御が可能な X 舵を備え、充電方式のリチウムイオンバッテリーを動力として、4ノット航行ならば最長でおよそ9時間に及ぶ駆動を実現しているんだ。こうした OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機が持つ機能は、フランスの大手軍需関連企業である、タレス社の技術が用いられていることは比較的にメディア等への露出も多く、知名度も高いものと想像されるね。片や日本の NEC 社はこうした軍需用途への参画はあまり大々的には取り上げられていない気もするが、今年2023年3月中旬に千葉の幕張メッセで開催された DSEI Japan 2023では、同社のブース内で OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の模型が展示されたよ。日本の防衛産業に製品を開発している企業は、どうしても自衛隊のみが供給先であるため製造数量が限られ、商業的には採算が合わないことが多く撤退企業も後を絶たないが、NEC 社には防衛産業分野でさらなる協力を願わずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。